バンジャマン・ベルネームはフランスを代表するテノール歌手である。イタリアやフランスのオペラの役を得意としている。フランスの作品は特に大切にしているが、英語やドイツ語も堪能である。バーンハイムは元来ドイツ系のせいで、ドイツ語ではベルンハイムと呼ばれる。バンジャマン・ベルネームはパリで生まれ、ジュネーブで育ち、バイオリンとピアノを学ぶ。10歳で、 地元のコンセルバトアールに入学し、歌のレッスンを開始する。18歳で、現在は、ヘムと呼ばれる、ローザンネコート音楽院に入学する。ガリー・マグビーに指示した後、2008-2009年シーズンのチューリッヒ歌劇場のオペラスタジオに入団を許可される。ベルネームは2010年にチューリッヒ歌劇場に入団し、様々な役を演じる。マーク・アンドレ・ダルバビ作。 ジェズワルドの世界初演でエマニュエル役をこなす。2012年にはザルツブルク音楽祭にデビューし、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの羊飼いの王様のアジェーノレをウィリアム・クリスティ式の元コンサート形式で歌う。2012年から2015年にかけては多くのレパートリーを歌いこなす、飛躍の年となった。オテーロの歌詞をサロメの並ぼうとカプレーティとモンテッキのテワルド、 アラベラのマッテオ、マテキノタミーの、クレオパトラの、スパコス、そして、フィエラブラスのエギンハルトがある。ボルドー国立歌劇場にもデビューし、ドレスデンのゼンパーオーパー、そしてハルト夏のザルツブルク音楽祭にも、頻繁に出演する。2015、2016年のシーズンは、ヨーロッパとアメリカ合衆国の主要なオペラハウスに主役として、出演することが増え、 ベルネームのキャリアのターニングポイントとなる。レパートリーは豊富で、ラボエームのロドルフォ、マノンのデグリュー、椿姫のアルフレード、ファウストのタイトルロール、愛の妙役のメモリーのベルディのレクイエム、プッチーニのミサ曲、エフゲニー・オネーギンのレンスキー。現在はチューリッヒ・カ劇場やリリックオペラ・シカゴ、ロンドンのロイヤル・オペラ・ハウス、ベルリン・ドイツ・オペラ、ゼンパー・オーパー。 ウィーン国立歌劇場、パリオペラザ、シャンゼリゼ劇場、ボルドー国立歌劇場、ミラノのスカラザなど主要なオペラハウスに招待され、春と夏のザルツブルク音楽祭にも常連である。2019、2020年のシーズンも、バイエルン国立歌劇場で、リゴレットのマントバコ爵役でデビューし、ラ・ボエームのロドルフォを、ベルリンドイツオペラ、パリオペラザとバイエルン国立歌劇場で演じる。 得意な役として、椿姫のアルフレードを、ウィーン国立歌劇場、ベルリン国立歌劇場とパリオペラ座で、マノンのデグルーをパリオペラ座で歌う予定である。リサイタルも予定されており、ボルドー国立歌劇場、ラグランジュをラックとチューリッヒ歌劇場で歌う予定である。レコードレーベルのドイツグラモフォンと契約を結び、2019年11月8日に、初アルバムをリリースした。 ありがとうございます。